はい、ということでどうも皆さんこんにちは。前回はたくさんの編集の音もコメントありがとう。2部でございます。これから編集も多くなるし、試しに買って食べてみることにするぜ。ツッコミ担当のマリサだ。けど食べ過ぎないようにしないとね、やほやほ、モナだよ。顔が近くてそれどころではない。ブクブクに太ったらお前らのせいだからな、不乱だぜ。両者とバッチリすぎる。ということで、今回もマインクラフトをやっていきましょう。まずは前回のコメントでも見てモチベを上げましょうかね。ごめんってことでやっていきましょうね。切り替え早すぎない？もう過ぎたことはしょうがないんです。これからの動画で挽回するしかないんです。恐ろしいほどのポジティブシンキング。今回もアビサルクラフトを進めていきますよ。そのためにまずはダイヤピッケルにエンチャントをしていきます。かもなく不可もなくってところだな。まあ今回は掘るだけなのでこれでもいいでしょう。お前の掘るだけは信用できないんだよな。アビサルクラフトを進めるにはまだまだコラリウムジェムを集めなきゃいけないみたいなんです。どうやらウェイストランドの地下の方がコラリウムジェムが多く眠ってるようなので、こっちでもブランチマイニングしていきます。結局このシリーズでもブランチマイニングをすることになろうとは。まあマイクラをやる以上避けては通れないよな。このまま地下全部掘り抜いちゃおうよ。いつもの発作が漏れ出てますよ。お、見たことない鉱石ですね。どうやら小石みたいだな。これも何かの素材に使うんですかね。次は白い鉱石ですか。これは工業化モッドでよく見る鈴鉱石だな。アビサルクラフトでも追加されてるんですね。これは神様が工業をやれというお告げに違いない。うん、そもそもアビサルクラフトを進めていこうか。お、見たことない鉱石がまた出てきましたね。見たところコラリウム系統の鉱石みたいだな。あれ、ダイヤピッケルでも掘れませんね。ってことはダイヤピッケルより採掘レベルが上のツールを作らないといけないってことだね。え、そしたら最初にダイヤピッケルにエンチャしたの完全に無駄じゃないですか。経験値とラピスラズリを返してくださいよ。ついでに学校生活を返してよ。とんでもないの要求するな。録画外で探索していたら、何やら怪しい建物を見つけたんですよ。もう無言分割倍速については触れないんですね。もしかしたらダンジョンかもしれないので、注意しつつ向かってみます。そうそう、これですね。なんかダークランドの世界でも見た建築物だな。これも過去の人や神々が残した遺物なんですかね。早速チェストがあったね。なんかこの世界の割に内容はしょぼいな。しょっぱいですね。しかし、こういうのはどこかに隠しチェストがあると相場が決まっている。ほら、いかにも怪しい地下室のはしごですよ。おお、なんか見たことないアイテムがあるね。きた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 、アビサルナイトインゴット防具ですよ。今回はこれが欲しかったんですよ。そうか、リバースワークベンチで分解できるのか。チートだチート。買った肉まんお前だけ全部解凍前になってしまえ。いや、願望が地味すぎるわ。隣にもう一個あったのでそっちにも入ってみます。まあこっちはしょぼいですね。けどさっきみたいにまだ地下があるからね。さっきのデカドクロがやってくる前にさっさと回収しましょうか。おお、こっちにも防具がありましたよ。これでアビサルクラフトが進められるな。アビサルナイトインゴット、もう少し欲しいですね。言うなればグリフィンドールの評価点ほど欲しい。わかりにくい例えやめて。なのでもう少しあの建築物を探してみることにします。それにしてもこの世界、想像以上にモンスターが湧くんですよね。なんかどこに行ってもモンスターがいるよな。こんなんじゃのんびり冒険できないんですよ。私の周りだけ敵が量子分解される防具とか欲しいですよね。もはや化学兵器なんですが。ふう、やっと見つけました。意外と見つからないものなんだな。まあ22時間ほど走り回ったからね。さらっと嘘流さないで。地下のチェストをオープン。あ、もう地上のチェストは映しもしないんですね。まあこれだ。やっぱりありましたね。ごまかせてないからね。しかもこれ地上のチェストなんですよ。まだ地下核変モードが待ってますよ。隠しチェストをギャンブルみたいに言うな。あれ、見たことないアイテムですね。予毛にもなんか文字がかすれて読めないね。これはもしかして私の啓蒙だと読めないタイプなのかもしれないですね。ネクロノミコンの研究を進めないと読めすらしないアイテムがあるのか。これは匂い立ちますね。早くフリモトチャレンジしないと。だからそっちの狩人じゃないです。迷子になりました。ミニマップあるのに。せっかくエンチャントしたダイヤピッケルがあるので、今回はそのピッケルをアップグレードするアイテムを作っていきます。糸、火打ち石、木材、丸石で。丸石アップグレードキットの完成。これは木材ツールを石ツールにアップグレードできるアイテムです。石から鉄、鉄から金、金からダイヤ、ダイヤからアビサルナイトへとアップグレードします。なるほど、ピッケルを作るのに消費するインゴットは3つ。アップグレードにすれば節約できるんだな。ちなみにアップグレードキットは金床でつけることができます。エンチャント内容も引き継げるからお得だね。でもお高いんでしょ。通販番組じゃないです。次にアビサルストーンを作って、アビサルストーン、コラリウムジェムクラスターで、チャンクオブコラリウムの完成。中間素材です。
そしてチャンクオブコラリウムをかまどで焼いて、リファインドコラリウムインゴットの完成。アビサルナイトの上に位置する金属ですね。ちなみにこれもアップグレードできるので、アビサルナイトからリファインドコラリウムに強化しておきましょう。入手難易度の割にすぐ踏み台にされるアビサルナイト、かわいそう。これも社会というものなんですよ。理不尽というものは皆に襲ってくるんです。急に重々しいテーマにしないで。あるアイテムが必要になったので現実世界でもブランチマイニングすることに。お前いつもブランチマイニングしてるな。もはや呪いだよね。そんなんだから友達増えないんだよ。言い過ぎじゃない？お、出てきました出てきました。なんか白い液体が出てきたね。これはアンチマターといって、アビサルクラフトで追加された緑の出現でのみ見つかる液体です。ちなみに触れると大体デバフの嵐で死にます。かなり危ない液体なんだな。ニグよ飛び込め。さっきまでの話聞いてた？よしよし、ちゃんと上まで来れましたね。滑って落下なんてシャレにならないですし、ちゃちゃっと採取して帰りましょう。そんな危ない液体を持って、一体何をするつもりなんだ？嫌いな奴に頭からぶっかけに行くんだよ。物騒すぎるわ。どうやらウェイストランドでぶちまけると面白いことが起こるようです。なんか水色の液体が固まったな。どうやら溶岩と水みたいな感じの扱いなんだな。これで作られるブロックが必要になるので、集めておきましょう。よしよし、これだけあれば十分でしょう。このままアビサルクラフトを進めようと思いましたがめんどくさくなったので別のアイテムを作ります。まず白樺木材のハーフブロックでライトプライウッドを作り、石炭と鉄インゴットでライトアイアンパウダーを作成。なんかスチールウールみたいだな。これで相手の背中をこすって遊べるね。背中血だらけになるんですが。スライムボールと粘土でソフトラバーを作り、緑、赤、黄色の染料、ラピスラズリ、イカスミ、スライムボールでプラスチックを作ります。なんか怒涛の中間素材だな。まあまだ続きがあるんですけどね。視聴者に優しくない実況提起。また鉄塊とレッドストーン、金塊で。はい、レシピミスノルマ達成。ってことでエレクトリックモーターを作り、ソフトラバーをかまどで焼いてハーデンドラバー、ライトアイアンパウダーことスチールウールを焼いて、逆です。ライトメタルの完成。金塊、ライトプライウッド、レッドストーンでサーキットボードの完成。なんかパソコンのマザーボードみたいだね。64枚差しできるな。どれだけパワーアップする気なの？次に金塊とレッドストーンでバッテリーの完成。ライトメタル、プラスチックで。ドローンボディの完成。今回はドローンを作るんだな。まあこのままだと動かないので、内部構造を埋めていきましょう。プラスチックでローピッチプロペラを作り、金塊、レッドストーン、プラスチックで。どれだけミスる気なの？金塊、レッドストーン、サーキットボード、プラスチックでレシーバーモジュールを作り、レッドストーン、金塊、プラスチックでスピードコントローラーを作り、金塊、鉄塊、プラスチック、レッドストーンでエレクトリックサーボを作り、金塊、レッドストーン、サーキットボードプラスチックでフライトコントローラーを作り、プラスチック、サーキットボード、バッテリー、ハーデンドラバーでリモートコントロールを作ります。ラジコンみたいなコントローラーだな。これでドローンを操作します。そして今までのアイテムを総動員して、RC ドローンの完成。ついにマイクラでもドローンが作れる時代になったのか。やったやった、マイクラ内での初めてのおもちゃですよ。早速外で飛ばしてみましょう。ほら、見てくださいよこのフォルム。本物みたいなフォルムしてるでしょ。実はこれチーズケーキなんだよね。違うからね。早速地面に置いて飛ばしてみましょう。やっぱりラジコンは人に迷惑がかからないようにしないとな。まずはドローン側のスイッチを入れまして、次にリモコンの電源を入れます。これで同期が完了しましたね。あとは専用の視点に変えて飛ぶだけ。おお、プロペラが回り出したな。このまま出力を上げていきましょう。おーおお、飛んだ、飛びましたよ。私が作ったドローンが宙に浮きましたよ。よく聞くと飛行音とかも再現されてるんだな。いやー、感動ものですねこれは。この調子でテントも飛ばそう。飛ばないからね。こんな感じに、上昇下降移動旋回思いのままなんですよ。ちゃんと機体中心の目線があるのもいいな。許されるのならこのままずっと飛んでいたいですね。じゃあチャンネル登録者20万までずっと飛んでてください。極端すぎない？ちょっと上昇しすぎたのでそろそろ下降しましょうか。おい、そんなに急に降下したらバランス崩すぞ。あ、やばい、バランスが取れなくなった。助けて助けて。なんかもう機体がとんでもない角度になって。ということで今回はここら辺でおしまいです。さらっと墜落したの見逃してないからな。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。さらっと墜落したの見逃してない。